私、支援山古墳は、京都府綾部市、被災地町にある古墳時代中期の古墳。墳球直径70メートル、高さ約10メートルであり、京都府下の円墳としては最大規模。近畿自動車道鶴ヶ線の建設に伴う事前調査により、古墳が確認され、1988年に公表された。それまでは古墳の存在は知られていなかった。この発見により、 古墳の保存が要望され、舞鶴若狭道は現場の広報を霧通しからトンネルに変更され、墳丘は保存されることとなった。墳丘は三段構成であり、揺ら側の河原石が吹き石として敷き詰められていた。墳丘の一段目と二段目の平坦部には、円筒埴庭が並べられていた。発掘調査では家型、炭鉱形等の継承埴庭や弾きが出土している。 埋葬施設は中央、北、南の3カ所確認された。うち中央主体部と北側主体部には木管が収められ、中央主体部からは、炭鉱、昇格付け株と鉄刀等の武器、武具類、農耕具、ー鏡、玉類等の副葬品が出土した。北側主体部からは、炭鉱、昇格付け株と鉄刀等の武器、武具類、鏡、玉類等に加え、 38本の矢が収められた子が出土している。被葬者は揺ら側の中流域を収めていた王であるとされる。中央と北側の主体部の被葬者の関係は兄弟で、あるのか親子であるのかは不明である。従者を埋葬したと推定される南側主体部には、農耕具等が服装されていた。古墳の保存が決定されると、綾部市は私塩山古墳環境整備構想を、 策定し、付近石が敷き直され、遠筒派庭のレプリカが並べられ、周辺に広場や、あずま屋を設置するなど古墳公園として復元、整備され、1993年5月に、被災地円山古墳公園として開園。1994年に、国の史跡に指定された。2014年8月には、京都府北部を襲った豪雨によって、 噴丘の北西側中腹部が幅10メートルにわたって、崩落する被害を受けた。ありがとうございます。